麻生さん、麻生太郎さん、財務大臣の職を終えて、今度副総裁ですか？どうですか、今の気分は。副総裁の椅子の座り心地は。私の椅子は500円で買った中古屋さんの椅子ですけども、まあ私にはそこそこいいかなと思ってます。いいですね、財務大臣の椅子、副総裁の椅子。ふかふかなんでしょうね。その椅子に朝9時から夕方5時までただ座ってるだけで、なんか200万とか300万給料が転がり込んでくるでしょ。それでいて麻生さんの言うのは、いや座ってるだけも大変だよみたいなね。大物は言うこと違いますね。私たち小作人はちょこ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 働いて、汗水垂らして、それこそ座る暇なく毎日毎日朝7時から夜も9時まで働いてですよ。本当に20万30万をやっともらってますよ。その中から消費税 10% 分取る？誰が 10%？ どうするんだと。お財務省。ね。それが麻生財務大臣の功績ですか？庶民からお金を巻き上げて。ひどい目に遭いましたよ、もう。何が軽減税率だと。新聞などね、もう日用雑貨ではないですよ。特殊雑誌ですよ、新聞なんて。しかも、新聞デマばっかりじゃないですか。新聞なんてのはね、逆軽減税率で消費税 35% でもいいぐらいですよね。もう新聞終わってますよ。はい、ということで今回はね、いろいろと毒づきましたけども、麻生財務大臣がとってもいい言葉を残してくださいました。それはですね、麻生太郎氏、菅前首相は顔が悪い。岸田新首相は顔がいいという、ね。麻生さんね、人の顔どうこう言う前にちょっとこちら切り替えてください。麻生さん、自分の顔見たことあるんですか？これ、麻生さん。ねえ。麻生さんの顔が、まあ、これはあんまり悪い顔に映ってませんけども、でもこれ、麻生さんちょっと待ってください。後ろになんか、心霊写真が映ってませんか？なんか、目が恨めしい感じでこっちをギョロッと睨んでますよ。麻生さん、この人になんか見覚えないですか？なんか、近い将来、肩になんかね、呪いがかかってくるんじゃないかなと私は鑑定しますけども。そして、ちょっと右側にカメラを映してみると、なんか若気のね、青年が青いマスクをして、うつろな目をしています。これは明らかに麻生さんの背中を見て、今にもね、後ろからザクッと一突きして、なんかこう、恨みを晴らそうとしてる顔じゃないですか？ね。はい。じゃあ記事を見ます。自民党の麻生太郎副総裁が、菅義偉前首相の顔が悪い。顔が悪い。菅総理は顔が悪い。顔が悪いと酷評しました。人のことが言えるかと、お前は。ね。しかも、ね。副総理でありながら、唯一の上司、総理に対して顔が悪いと。顔で表現するのか、この野郎。ねえ、もうなんか、見た目論者ですね。麻生太郎氏。いつもながら言ってくれますね。はい。朝日新聞の記事によると、10月4日夜の資金規制パーティー、あ、政治資金パーティー好きですね。私も政治資金パーティーしようかな。麻生氏は、菅義偉前首相について、あ、実績があったにもかかわらず、菅内閣の評判が悪い。それはね、菅内閣の評判が悪いのは、誰かが財務省の、ねえ、あれでしょ、仕切りが悪いからでしょ。国民の金回りが悪ければ、それはね、内閣のせいになりますよ。つまり、財務大臣のせいじゃないですか？前に財務大臣やった人誰ですか？あ、あなたじゃないですか。ねえ、菅総理の評判が悪いのは、菅総理の顔が悪いんじゃなくて、財務を取り仕切る人の、その、肉肉しさからじゃないですか。ね、そう思いませんかね、麻生さん。菅氏の顔が悪いと述べ。菅氏の顔が内閣支持率が低下した原因だと発言。すごいですね。あのね、岸田総理も今内閣支持率が低いのは、いろんな原因があると言われてますけども、なんかね、株価が急落したことまで、まだ何もやってない岸田新総理のせいにしてますけども、その上を行きますね。菅総理の顔が悪いから支持率低下って。何なんだ？じゃあ菅総理が就任した時の 70% 超えのね、支持率は何だったんだって形ですよね。総理大臣っていう職務をしながら顔が悪くなったんですかね？違います。もう危機下においてね、国民が商売、
収入に苦しんでいる中で、財務大臣が財布の紐を緩めるどころかね、さらにキツキツにしたでしょ。だからですよ、あなたの顔が悪いんですよ、麻生財務大臣ね。あ、財務大臣じゃないんだ、副総裁か。もういつまで働くんですか。もう豊かな老後送ってくださいよ、ね、お小遣いあげるんでね。困ったもんですね。はい、この発言は政策の中身よりも外見で麻生氏が物事を判断している証拠だとしてネット上で批判を浴びています。まあ私も批判をしている一人なんですけどね、ネット上で。いや、麻生さんね、見た目であれですよ、支持率が変わるんだったらなんかね、あれじゃないですか、早見もこみちさんとかをね総理にしたらいいんじゃないですか。他になんか芸能人の名前が思いつかなかったんですけども面白い人ですね、麻生さんね。ということで今回も麻生さんがテレビに出たいがゆえにね、問題発言をわざとしてまんまとメディアに取り上げられて、ネット上で批判を浴びていると。その批判をしている人の一人が私でありまして、最終的にはお前が悪いって言われそうですけどね。まあ私の支持率が顔によって決まるとしたら、それこそね、誰ですかね、ガッキーが総理大臣やると支持率上がるんですかね。橋本凛香ちゃんとかどうですかね、環奈ちゃんか、橋本環奈ちゃんとか総理大臣にしたら支持率ブーッと上がるんじゃないですかね。それでいいんじゃないですか。もうなんか総裁選とかね、別におじさんが、ちょっと年いったおじさんが総裁選出るよりも、なんかあれ、10代の若い美少女が出たら、それこそ自民党の支持率はいつもね、いいんじゃないかなってことがありますんで、こうなったらね、自民党全員辞職してもらって、全国、高校の美少女ナンバーワン、ね、そのよりすぐりの学校の美少女が全員自民党に入閣すると、議員になるといいんじゃないかなと思いますんで、これからのね、総選挙は、ミスコンですね、もうね、顔で選びましょう。というふうに、麻生財務大臣、よろしいでしょうか。見た目で支持率が上がる。こんな分かりやすいことないですよ。もうね。もう、麻生財務大臣もね、そろそろお年を召されたようで、ちょっとね、副総裁の任には耐えるんじゃないかなと思いますね。私変わりましょうか。ね。朝9時から5時まで座ってないんでしょ。全然任せてください、私ね。なんかその、国会の椅子に座りながら私 YouTube 中継しますよ、こうやって。コメント好きだから。はい、じゃあ以上でございます。まあ、バカバカしいですね、麻生さん。